キングコブラはコブラ科に分類される蛇。本種のみでキングコブラ属を形成する。日本では特定動物に指定されている。インド東部、インドネシア、カンボジア、タイ、中国南部、ネパール、バングラデシュ、フィリピン、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、ラオスオスのキングコブラ生態の平均的な前兆は、 3から4メートルほどで大型の生態が最大限に鎌首を持たげた場合には大人の胸元に迫る高さに達する興奮したり外敵を威嚇したりする際には鎌首を持たげて頸部を広げるがフードコブラ族のようにはだしく広げることはないなお他のコブラはこの威嚇の姿勢をとっている間は移動できなくなるがキングコブラは威嚇したままでも移動できるのでこの姿勢を 保持して近づいてくることもある。体色は暗緑色や暗褐色で、脳褐色もしくは単行色の不鮮明な横縞が入り、いずれの体色のものも含部は比較的明るい気褐色である。交際は暗い金褐色で、瞳はマリー。体色は暗緑色および黒色の系統のものと暗褐色および暗大々色の系統のものに大きく分かれている。インドコブラや、 タイコブラのような特徴的な頸部の文様はない。容体は全身が黒く、横縞が明瞭である。ただし、生体でも頭部だけが暗緑色で、ほぼ全身が黒い配色の個体も存在する。毒は神経毒で、毒自体は他のコブラ科の蛇よりも弱いが、キングコブラは体が大きい分、一みで注入される毒の量は他のコブラよりも、 圧倒的に多い。そのため、実際に噛まれれば非常に危険である。現地では、ゾウをも噛み殺すと言われるほどである。インドは大陸の東部から、インドシナ半島、インドネシアにかけての産地の森林に生息する。植生は、動物食で、他の種類の蛇を主に食べ、その他に、トカゲ等の爬虫類を主に食べる。飼育下ではマウスを食べた記録もある。俗名、アファイローゲスは、 ヘビを食べる者の,の胃英明のキングも他のヘビを食べることからヘビの王様と考えられたことに由来する。繁殖形態は男性で枯葉や小枝などを集めた巣に20から51個の卵を産む。卵は60から80日ほどで孵化する。メスは卵に枯葉を被せて保温し、巣の周りにトグロを巻いて孵化するまで卵を保護する。 コーラン人のメスは巣に近づくものを激しく威嚇し、容赦なく攻撃する。巣を作って卵を抱く蛇はキングコブラのみである。これまでに捕獲された個体の記録には全長5メートルを超えるものが何例かある。1937年にマレーシアで捕獲された個体で全長5.71メートル、1924年。 体南部で捕殺された個体で全長5.59メートルという記録があり、これらは確認された原生の毒蛇としては世界最大である。産地の森林に生息しているため、インドコブラなどに比べれば人との接触は多くはないが、山間部にある村や人家には餌となる蛇がネズミ等を追って侵入するのをさらに追う形で出没することもある。太陽国では キングコブラは神聖な動物としてむやみに殺すことが今しめられているため、キングコブラが頻繁に出没する地域では、屋内に侵入した個体を傷つけずに捕獲して人里、離れた場所へ放す専門の職業が存在している。蒸気のように主な生息地が人里から離れた山林であることに加え、人の気配を察すれば1メートル近く鎌首を持ち上げた威嚇姿勢を取るため、 気づかずに近づいて誤って噛まれる被害は、インドコブラや鎖蛇等と比べて少ない。繁殖時を除けば、基本的に温和な性格であるため、飼育家や研究家で人への交渉例は少ないが、パスツール研究所で研究員が餌を与えようとした際に指を噛まれた事例では、研究員への救命措置に1リットルもの、高毒血清を要したという。日本で飼育実績を持つ施設は、 ジャパンスネークセンター、恩師上野動物園両生爬虫類館、体幹型動物園異像である。クジャクは神経毒への耐性があると信じられていたことから、インドで誕生した仏教では邪気を払う象徴として、クジャク明王の信仰が存在する。ありがとうございます。